本大会に出場した、木下美久さんです。よろしくお願いします。味方にするとすごい、ね、力強い、うん、ね、ありがたい時になりますよね。私自身あの振る力が弱いんですよ、はい、あの他の選手と比べて、うん、振れないので、うん、からいかに多分クラブに仕事してもらうかっていうのが、はい、私の中の鍵という、うん、になると思うんですよ、うん、でそれを見抜いてくれたのがチョイスの吉田さん。チョイスで初めて打たせてもらった時に、え、何ですかこんな優しくていいんですか。あのもう初めやっぱ一発目は、うん、ちょっと右みたいなの、うん、行ってしまったんですけど、うん、全然2球目からバンバン捕まってくるし、シナリオがすぐ分かる。そうですか。ポイントがすごい分かりやすくて、切り返すポイントがすごく分かりやすくて、こんなに速く振れるんだって。ああ、やっぱりスピードアップができるので、うん、自然とヘッドスピードが上がってる感じがします。ヘッドが走ってる感じがすごく柔らかい、うん、シャフトって、うん、結構そうブレちゃうイメージだったから、ね、はい、だからちょっとしっかりめっていうのを振ってたんですけど、まあ振ったら、うん、あれインパクトも強いし、しっかり返ってきてくれるし、負けない、ね、びっくりしたんじゃないですか。びっくりしました。ね、驚きますよね。そのすぐ作りに行ってきますって言って今までのをちょっとこれから振ってたら、うん、怪我してたかなって思います。そうなんですね。それほど楽に振れてる。すごく今は楽に振れてる。チョイスさんで、チョイスさん、ね、出会えたのが良かったですね。すごく運命の出会いやなと思いながら、吉田さんにも感謝感謝感謝しかないですね。レッスンしてと思うのが、はい、スライスしてる方が、うん、ほとんどなんですよ。あ、そうなんですね。捕まりすぎて困ってるっていう方よりも、うん、逆にボールを捕まえたい、うん、まあ、飛距離伸ばしたい、うん、スライスしちゃうから、はい、もっとドロー打ちたいっていう方が結構私のレッスンには来てくださるんですけど、はい、そういう方には絶対私はバーンと。ああ、そうなんですね。まあ、年々ちょっと飛距離が落ちてきた、シニアから、シニアその方とかでも、うん、今持ってるクラブを一度バーンを振ってみてほしい。はい、ああ、なるほど。女性の方も、はい、なんですかね、結構バーンみたい、本当に軽量でしまってくれるので、はい、うん、まあ、長ささえしっかり調整できれば、全然問題なく、軽く飛距離アップはできると思います。女性の方でもこのシナリオはやっぱり体感できると。できると思います、私は。うん、シングルプレイヤーさん、うん、男性の方で、はい、すごいパワーヒッターの方なんですけど、一回打たせてよって、うん、どうぞって言ってもらったら、こんな軽く振ってこんなことも、うん、あ、実際もう虜になってはっていらっしゃるの で、 そ う、 なんですね。そういう方って最初びっくりするでしょうね。え、こんな柔らかに振ってんのっていう、まず素振りをして、うん、まあ、ね、仕事ですからね、ちょっと軽く打つわって軽く打ったら、うん、あれ、俺の今のと全然変わる、変わらんやから、フルスイングしてるのと軽く打ってるのと全然変わらん。へー、このシナリオはやっぱり世界一やと。世界一、はい、ここまでよろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、そうですよね、うん、最近あの今泉さんに少し教えてもらう、うん、同じバーンだし、うん、教えてもらってて、うん、もっと前やからここを使ってこないかっていうのをコツを教えてもらって40ヤードも見たんですよ、うん、へ、日本大会ですごい、40ヤードってすごいね。この短期間よく伸ばしたねって言ってもらって、いや、多分今泉さんの教えるのでも、ね、素質があったから、いやいや、ね、メティを頂点にね、斉藤さんにすごい私の尊敬の人なんですけど、ね、川口さんに、ね、キャスさん、ね、でも本当に来年は3人で決勝に舞台に立てれたら、いいな。